なるほど、いいアイデアだね。気に入った。な、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。おーい、アミナ、ヒクエル、マロカン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉覚えてるだろ？以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。だからアテアさんのために内緒であの廃温泉を改造してパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって私たちの心血が注がれてるからね。気に入ってくれると嬉しいな。それから君たち、アテアさんにサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないでね。アビズはいつ襲ってくるかわからないから、警戒は常に怠らないようにしなくちゃダメだよ。安心してくれ、気をつけとく。それじゃあ先に行ってくるぜ。ムアラニ、後で廃温泉でお茶を。私もこれで失礼するね。楽しんできてちょうだい。やっと温泉の時間だ。水着はバッチリ用意したから、更衣室まで案内するよ。